放送席、放送席、そしてヤフオクドームお集まりのファンの皆さん、開幕3連勝の立役者、まずは決勝ホームラン、そしてなんと3試合目にして2度目のお立ち台、内川選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずはあの決勝ホームランの手応えを伺いましょう。まあ、正直ちょっと詰まったんですけど、まあボール球を振らないことがこの場面は一番だという思いで打席立ってましたんで、まあストライクが来たらコンパクトに打とうという気持ちでは入りましたけど、はい、どんな思いであの打球を見つめていましたか。いやもうそれはもうホームランになってくれと思いました。はい、もうそこまで飛んでねフェンスに当たって帰ってくるとなんかすごい損した気分になりますから、もうどうせそこまで飛んだんならフェンス越えてくれと思いました。はい、そして入った瞬間なんかちょっと分からなかったですね。いや時間が止まってくれればいいなと思いました。はい、皆さんがね入った瞬間にわーっていう歓声と、僕が回ってくれてるのを皆さん見てくれてたと思いますから、もうあの時間が止まってくれればいいなと正直思いましたね。はい、内川選手は自主トレから飛距離を伸ばすんだということで取り組んできました。その成果がもうホームラン2本。いやちょっと自分が一番びっくりしてますね。まあ、自分の中ではホームランバッターじゃないという思いで、やってますけれども、まあ飛ぶに越したことはないので、まあ、しっかりボールを捉えて飛ばせればいいなというふうに思いますけどね。そして、まあ、打線を代表してお伺いしたいんですが、この3試合、3試合連続の2桁安打、すごい打線ですね。そうですね、まあ、チーム全体で、ね、しっかりこうつないでいこうという気持ちでずっとやってますしね。まあ、10安打打ちましたけど、まあ、もうちょっと点が取れるところであったりだとか、点が入ってほしいところっていうのは多分あったと思いますんで、まあそういうものを全部消せるのが、ね、勝利だと思いますので、まあ、打ったことはすごくいいことだと思いますけどね。もうちょっとしっかりバッティングできるところはしっかりやりたいなと思いますけど、はい、とはいえ開幕3連勝、最高のスタートですよ。いや最高ですね。いやカメラマンがいなくなった。澤田さんの娘さんがいらっしゃって全部カメラが向こうにいてしまった、はい、ここから大事ですよ、はい、開幕3連勝最高のスタートですね。いやなんか僕すごい惹かれたかなと思って、はい、いやでも本当にもう嬉しいですね。やっぱりファンの皆さんがねこれだけ集まってもらえるっていうのは本当に僕らのパワーになりますしね。やっぱり野球選手冥利に尽きるなと思いますね。はい、本当に嬉しいです。それではマイクお渡ししてもよろしいでしょうか。マイクお借りしていいですか。今日3戦目にして2回目のお立ち台です。ネタはまだ考えてません。なので僕がここでやるよりもサファテ投手が面白いことをやってくれるらしいので期待してお待ちください。また、明後日も試合ありますので、皆さんもまたヤフオクドームに足を運んでください。ありがとうございました。内川選手でした。ありがとうございました。さあそして開幕から3連投となりましたサファテ投手、ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日は3試合目の登板、初めて1点差ゲームというシーンでの登板でした。どんな気持ちでしたか。 I feel great, another win. Our offense once again came through, Uchikawa again. Our pitching has been great, starters, relievers, so we just got to keep it going.もうとにかく、勝てたことは全てですし、また内川選手が打ってくれましたし、他の選手もみんな打ってますし、ピッチャーもいいピッチングしてるんで、このままずっとやっていきたいと思います。この3試合公式戦を戦ってみて、改めてこのホークスというチーム、どんなチームだというふうに感じてますか。 Oh, we're the best team in the MPB by far. もう日本プロ野球界でナンバーワンのチームだと思ってます。今シーズンはクローザーという役割ですが、
このシーズンどんな風に過ごしていきたいですか？ My goal is just to finish the game each time. Hopefully we win every time. I'm not perfect, but there's other guys in that bullpen are going to step up and we're just going to work together and get it done. もうとにかく自分の仕事をやるということだけで、自分が投げるときは必ず試合を終わらせると。もう自分でも完璧ではないんで、それでも他の仲間が助けてくれると思うんで、自分はとにかく自分のできることを精一杯やるだけです。福岡のファンの皆さんは澤部投手の150キロを超えるストレートに釘付けですよ。Well, I'll try every time for you, but it's got to get going. We're going to keep going and keep winning. まあそれをなるべく多く見せられるように頑張ります。さあ、そして先ほど内川選手からのお題が、宿題が出ておりました。どうしましょうか。マイク、はい。ごめんなさい。日本語もう少し。Please, please follow me. One, two, three. 俺がだる。Stand up. Everybody stand up. Let's go. Please, everybody stand up. One, two, three.